飯田市役所はどのような理由で応援されてますか？地元だから。地元。はい。いつ頃から応援されてるんですか？ずっと昔。そもそもきっかけはね、はい、藤田ブルックスがあったんですよ。その藤田ブルックスが、JFL の時、はい、それから、福岡行っちゃったもんだから、なくて、今日は雨でね、宮崎だから、J3 は。いけないから。前 FC も応援されてるんですね。メインが前 FC ね。はい、うん。もう藤枝のサッカーを全般に応援されてる感じですか？もちろん全部サッカーね、はい。もう。高校サッカーもされてる感じ。もちろん高校も。順心高校もね、女子もね。だからもう、時間があれば行くんですが。はい。藤枝市役所のサッカー部の選手で、注目している選手とか今監督の人、今監督の子、監督の松浦とかね、はい、すごくうまくて、国体のね、県代表なんか選ばれてるわけ、はい、あの子もね、うまいもんだから、東京農大出て入ったんだけど、すごくうまくて、これが監督になっちゃってですね、だから、週末は全部サッカー、頭サッカーしかないから、今後、藤枝市役所のサッカー部に期待することは何ですか？だから、ジータサッカーいつも優勝するもんだからいいんだけどね、東海リーグが優勝してもらったりね、今1位だ、今現在1位だしよ、多分ね、はい、ね、だから、頑張ってもらいたいと思います、はいはい。藤枝市役所を応援されたきっかけは何ですか？私の孫になりますけど、職員でございまして、今、主将しています、高橋祐希、フォワードでございまして、9番です。はい、高橋選手のおじいさんということで。そういうことです。藤枝市役所サッカー部をどのようなきっかけで応援されています応援されてるんですか？息子が東でやってて、それで孫がこう東でやって、それで今ねここ役所のサッカーやってるんですよ。自分が若い時からサッカーが大好きで、それで子供らに私がやらせたそうなんですねこれから藤枝市役所サッカー部の皆さんに期待することって何ですか？やっぱり、ね、自治体のサッカーが3年も ないんですよね、ね、またね、応援に行きたいのでね、ぜひ開会できるようにね。まさにシニアの応援団の楽しみ、はい、元気もらって、はい、はい。藤枝市役所を応援されているきっかけは息子、村松和樹の、村松選手の、はいはい、ああ、はい、結構小さい時からみんな応援して、はい、してくれて、まあ、ここまで来ましたお母様から見て、はい、消防で働きながらサッカーされていることの、はい、なんか大変そうだなっていうところとかってありますか？仕事はね、まあ大変だと思うんですけど、本人はまあ両方サッカーも好きだし、仕事も一生懸命やらなきゃっていうことで頑張ってるので、私からはあんまそう思うことはないです。はい、ありがとうございます、はい。今後藤枝市役所のサッカー部、あと村松選手に、はい、期待することを教えていただければと思います。もう年齢も来たので、はい、残り少ない試合回数できる時に一生懸命やっていただきたいと思います。はい、はい。藤枝市役所を応援されているきっかけは何ですか？きっかけ、元市役職員です。もうほとんどが地元の子がね、多いもので、東郷出身とか明生出身の子が多いもので、小さい時から知ってる子が多いもんですが、ほとんどの選手を応援してます。はい、では最後にあなたにとって藤枝市役所とサッカー部とはどのような存在ですか？まあ、なくてはならない存在です。はい、藤枝市役所を応援されているきっかけは何ですか？息子が、あ、そうなんですね。ちなみにどの選手ですか？中村です。あ、そうなんですね、はい。ご出身は藤枝です。そうですね、もうずっと藤枝でではサッカーをされてるって感じ。そうですね、ずっと藤枝ですね。ゆうきさんの気持ちを胸にファイヤー。
ください。今日の試合ご覧になられていかがでしたか。はい、前半いい形で攻めてたと思うので、まあ、そこで1点2点取れれば、まあ、いいゲームできた、うちのゲームできたんじゃないかなと思いますけど、まあ、ちょっと決めきれないと、まあ、こういうゲームになってしまうかなと思いました。はい、今回高橋選手は出場停止という形だったと思うんですが、はい、やはり自分が試合出てればっていう思いが正直。いやまあそうはないですかね。まあ、今日は自分が悪いんで出る選手サポートして、まあ、チーム全体で勝てればいいかなと感じてました。多くの方が今日は応援に来られてましたね。はい、そうですね、職員の皆さんだったりとか応援してくださる皆さんがたくさんいるので、まあ、いい試合が、まあ、毎試合そういう方たちがいるっていうことをいるから僕らがサッカーできてるっていうところをもう一回チームで全員で確認してもう一回やりたいと思います。実は先ほど、はい、高橋選手のおじい様とにも、はいはい、インタビューさせていただきまして、はい、毎試合見に行かれてるみたいで、はい、そうですね、楽しみにしてくれてるので頑張りたいと思います。はい、おじい様含めてご家族の支えというところが大きいですか。はい、まあ、毎試合アウェーでもホームでも来てくれるんで、まあ、自分がというかチームが、勝てるように自分は頑張りたい、頑張ろうっていうふうに思ってやってます。普段はどちらで働かれてるんですか。普段は、産業振興部っていう、まあ、中小企業の振興とか、まあ、そう起業される方の支援とかそういったところで働いてます。サッカーとその市役所での勤務の両立の難しさとかってやっぱありますか。はい、部署によっては忙しい部署もありますし、そういった中でも練習に
行ったりとか、まあ、職場の皆さん の協力があっての活動になると思うので、まあ、そこは普段の仕事が優先順位として一番目で、仕事頑張ってサッカーに行くっていうところが僕らの決まりというかになっているので、まあ、そこはみんな選手全員が確認していると思いますので、はい、継続してやっていきたいと思います。ちなみに、はい、ご出身は？出身は静岡市です。はい、はい、で藤枝市役所に入ろうと思ったきっかけは何ですか？はい、まあ、高校が藤枝明誠高校で、自分から普通に試験を受けて、はい、職員として入りました。実際に入る前と入ってからの印象っていうのはどういう、なんか違いとかありますか？もうほぼ毎日練習とか試合をやってるっていうところは、まあ、知ってはいましたけども、まあ、なんてここまでやってるっていうところはあんまり全国でもあんまりいないと思うので、そこはちょっと最初びっくりしましたけども、まあ、皆さん最初は、まあ、そういったところに慣れていきながら活動してきました。はい、はい、市役所の業務が自分のサッカーに生きているって思うところとかってありますか？まあ、市役所は市民との接するっていうところが多い仕事でありますので、まあ、そういったコミュニケーションだったりとか、まあ、あとは集団生活っていうところは、まあ、小さい頃からサッカーをやってきたっていうところもプラスになってると思いますけど、そういった社会での必要な力っていうところは、まあ、仕事やっててもサッカーにプラスになりますし、サッカーやってたから社会人になってもそういったところは身についてるんじゃないかなと思います。今後のチームの目標を教えてください。はい、今シーズンはもうリーグ戦優勝しかなくなってますので、リーグで今日負けてしまいましたけども、まだチャンスはありますので、なんとかチーム全員でもう一回立て直して優勝して、次期リーグ去年一勝もできませんでしたので、まあ、今年なんとかもう一回行って行けるように頑張りたいと思います。はいはい、最後に高橋選手の目標を教えてください。目標は今シーズンチームが優勝することです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日の試合お疲れ様でした。本日ゲームキャプテン務められまして、でその後で試合を行って、今日の試合の感想いかがですか？まあ、非常に暑い中のタフな試合だったんですけど、まあ、自分たちにもチャンスがあった中で、まあ、なかなか決め切ることができずに、まあ、最終的に PK で失点という非常に悔しい内容だったので、まあ、ただ前向いてやっていくべきだと思うので、まあ、引き続き再開後も集中してやっていきたいと思います。白井選手自身の今日の、まあ、内容というか出来はいかがですか？まあ、相手のディフェンスラインが非常に高かったので、裏を狙い続けるという意味では1試合通してやり続けることができたかなと思うんですけど、まあ、勝利に直結するというプレーはできなかったので、まあ、次に向けて修正していきたいなと思います。特にやはり後半オフサイド多かった印象なんですけど、はい、やはりもうそれはもう意図的にもうリスクと沿ってみたいな感じで。そうですね、まあ、なかなか自分たちもきつくなってきて、まあ、シンプル途中出場の選手たちが前の方入ったんで、シンプルに裏っていう狙いが明確になったんですけど、ただそういう中で、まあ、全部裏じゃなくて足元つなぎながらっていう展開を、まあ、チームとして統一していけたらなと思います。ちなみに普段は、はい、どちらで勤められていますか？藤枝市役所の今スポーツ振興課という部署にいます。はい、スポーツ振興課はどのような業務をされていますか？まあ、スポーツに関することで、まあ、イベントだったり、まあ、市民が、より多くの市民がスポーツに関わってもらえるような、そんな仕事をしています。実際に市役所の業務と、あと、まあ、サッカー選手の両立っていうところで、まあ、やりがいであったりとか難しさとか感じたりするところはありますか？まあ、仕事も一生懸命やりながら、それをやりきった上でサッカーをやるという意味では、まあ、非常に充実するんですけど、まあ、なかなかもちろん大変なこともあるので、ただそういう中でやっていくという意味で、僕らはやり続けているので、はい、そこは毎日毎日継続して両方とも一生懸命これからもやっていきたいと思います。スポーツ振興課で働いて、で得ていることが
サッカーに生きていることとかってありますか？どちらかというと、自分が今までずっとサッカーやってて今もやってるので、まあ、それを仕事に生かせてるなっていうのはあります。スポーツやる人 の考え方だったり、そういうのは非常に自分が一番分かっているつもりなので、そういう意味では仕事につなげれてるかなと思います。ちなみにご出身は？もともとは清水の出身なんですけど、はい、高校から藤枝東高校に来て、そこから藤枝と縁があります、はいはい。ちなみに藤枝市役所に入るきっかけは？高校生の時も市役所のサッカー部と練習試合を何回かしたことがあったり、あとは自分が大学に行ってからも藤枝市役所のサッカー部と試合する機会が あったので、非常にこう仕事をやりながらサッカーも充実して強いチームだなっていう印象があったので、地元に帰ってきてやりたいなっていう気持ちがありました。で、実際に入る前の藤枝市役所の印象と、はい、入ってからの藤枝市役所の印象の違いって何かありますか？元々本当にこう、地元出身の、昔から知っているような選手が多い印象だったんですけど、入ってからもやっぱり藤枝、東高だったり、明星高校だったり、昔から知っている選手たちなので、そういう意味では非常にやりやすさは感じています。今後のチームの目標を教えてください。はい、ちょっと中断期間に入ってまた時間外リーグが再開していくんですけど、今日は負けてしまったんですけども、まだ上位にいるので、優勝というところを諦めずに再開後も気を引き締めてやっていきたいなと思っています。お時間いただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。松浦監督、本日の試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際戦い終えての感想を教えていただければと思います。はい、そうですね、今日は夕方のゲームだったんですけど、比較的気温も暑かったんで、選手の消耗が大きかったんですけど、いいゲームしながら結果がついてこなかったかなっていうところでした。で、実際に特に後半見ていて、オフサイドが多かったなっていう印象だったんですけど、そこはもうなんていうかリスクをっていうか、指示でっていうところですか？そうです、相手がちょっとライン高めに来てたんで、背後取れおんねっていう話をしながら、相手の、ギャップをつきながら背中を取ろうっていうところで、ちょっと勝負に出たところもあったんですけど、そこは、出方とかタイミングとかっていうのはちょっと、修正してからしていかなきゃかなと思います。で、本日の試合なんですが、話聞いていますと、まず今日当直の選手が多かったっていうところであったりとか、あとキャプテン高橋選手が出場停止であったりとかで、ちょっと難しいところもあったかと思うんですが、実際にメンバー組む中で、ちょっと難しさとか感じたりとかしてましたか？そうですね、メンバー少なかったのはもうあらかじめ分かってたので、この1週間のトレーニングで、いい選手を使おうと思ってて、やってきたので、誰が出ても同じ結果にはなったかなとは思うんですけど、出てくれた選手は本当によくやってくれたと思うので、結果は残念だったんですけど、チーム全体としてはまずまずではだったかな。皆さん市役所の方であったりとか、消防署で働かれてるじゃないですか、はい、で、実際にその自治体で働いているっていうところでのメンバー構成で普段からやっぱり、はい、大変だったりとか、はい、逆になんかそういう働いてるからこそあるメリットとかってありますか？そうですね、当然消防の職員であったり事務の職員であったりで職種がいろいろあるんですけども、その中でまず仕事を大事にしながら活動するっていうのが我々のチームの大前提であって、仕事で来れなかったりっていうのはありますし、日頃全体が全員が揃うっていうことは、ほぼほぼない中で、チーム作りをしているので、そこは仕方がないって言ったらそれが我々のチームなので、割り切りながら、その中でどういったチーム作りができるかっていうのを、最大限努力をして、やっているというところです。で、強みといえば同じ職場で働いているので、職場が近かったりコミュニケーションが日頃取りやすいので、トレーニング時間とか短い中でやってるんですけども、そういったコミュニケーションというところでは非常に強みがあるんではないかなと思います。
ちなみに松浦監督自身も、はどちらで働かれてるんですか？私は今財政課というところで働いてます、はい。どのような勤務内容で、市の予算であったり、予算のお金の使い方であったり、市の決算とかそういったところの部署で、日々業務をしております。実際にその働かれてる経験が監督業務に生きることとかってありますか？そうですね、マネジメントっていうところでは同僚がいたり先輩がいたり上司がいたり、部下がいたりというところで、サッカー部の活動を通じて、そこが縮小凝縮されているというか、でそれを職場に戻って、そういったマネジメントであったりコミュニケーションであったりっていうのが、生かされているかなと。なんでサッカー部であるからそういったところを学べるし、チーム全体の動きであったりっていうのを職場に、落とし込んだりしながら、逆に職場でそういったコミュニケーションとかそういったものがあればチームに落とし込んだりっていうふうな、総合メリットではないんですけども、自分としてはすごく役割はでかいのかなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみにサポーターの方に先ほどお話をお伺いしまして、はい、で松浦監督選手自身時代からすごい選手だったっていう話を、大したことはないんですけど、いろいろ経験させてもらって、その経験をチームに落とし込んで還元できればっていうところでやってますので、自分の経験ないし、感じたこととか思ったことを、選手にどう落とし込んで伝えるかっていうのを、日々、自分自身も勉強しながら、取り組んでいます。実際に選手時代でに働きながら勤務していた時と、はい、監督として働きながら勤務している時ってやはりなんか違ったりとかしますか？そうです。グラウンドに行く気持ちとかそういったものは現役時代も今も全く変わらないので、情熱を持って接すれば選手もそれに応えてくれるっていうふうに思ってやってるので、逆に選手は情熱を持って出てくれれば試合にも出るチャンスがいっぱいあるし、結果にも出てくるんじゃないかなって思いで、現役時代からやってるので、そこは大きく変わりはないかなと思います。今後やはり藤枝市役所のサッカー部を目指してというか希望して入ってくる選手であったりとかもいると思うんですが、そういう選手たちに向けてどういうところがいいよとか伝えられていただければ、はい、と思います。公務員なのでまずは試験を通らないと入れないというところは大前提にあるんですが、藤枝の土地柄というかサッカーに対する情熱であったり市民の思いとか、文化とか歴史がある分、このチームでやる重みというか楽しさっていうのを感じられると思うので、このチームを目指してやってくれる選手がいればすごくありがたいですし、我々も活動している、違いがあるなと思うので、いろんな選手が目指してもらえればすごく嬉しいです。藤枝における藤枝市役所サッカー部の存在意義って何だと思いますか？そうですね、FC であったり藤枝東高校とか藤枝明誠とか女子でいくと藤枝順心高校とか、その他にも高校のチームであったり小学生であったりっていうチームがたくさんあるので、その中で我々自治体の、市役所サッカー部っていうのが、歴史もありますし市民にとっても明るい話題ではないですけど、勝つことで、そういった話題作りであったりそういった町づくりの一役変えればすごくこのチームの存在意義っていうのはあるんじゃないかなと思います。今後のチームの目標を教えてください。そうですね、年リーグの、当初から目標にしてますよ。リーグ制覇でまた、地決に行こうっていう思いでやってますので、そこはブレずに取り組む、ことを変えずに、一生懸命日々のトレーニングをやっていきたいと思います。ちなみにちょっとそれますが、今回自治体のサッカー大会が中止になってしまったっていうところで、選手たちのモチベーションとか、なんか監督自身のモチベーションとかで何かありますか？大会自体がなくなってしまったことは、こういうコロナ禍でまた、感染が拡大している中で我々公務員が大会をやるっていうのも、みんなありましたけども、運営側の、決断なので非常に
辛いところもあったと思うんですけども、まあ、我々チームとしてはそれを受け入れて、切り替えももうできてますので、この夏の、1ヶ月というのは強化期間と捉えて、まあ、前向きにやっていきたいと思います。では最後に松浦監督自身の今後の目標を教えてください。そうですね、まずはこのチームが、強くなってもらうために、活動するっていうことと、サッカーに関わり続けられるようなつながりであったり、そういった人とのつながりとか、他のチームとのつながりとかっていうのをたくさん保って、まあ、ちょっとでも長くサッカーに関われたらいいなと思っています。はい、お時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。